オアフナンバー45、1997年4月26日、ディーゼル機関車は、ディーゼルエンジンを動力源とする機関車のことである。DL とも呼ばれる。過去には、ディーゼルエンジンと同じ内燃機関である、ガソリンエンジンを使用した機関車も存在していたため、内燃機関を動力源とする機関車を一括して、内燃機関車と呼んでいたが、現在日本では、 ガソリン機関車は用いられていないため、日本の現役内燃機関車のすべてがディーゼル機関車となっており、内燃機関車よりもディーゼル機関車の故障の方が一般に定着しているを実用化した国もある。内燃機関により動力を取り出し、動力伝達装置を介して、動力を車軸へ伝達し、車輪を回転させて駆動する。動力伝達方式には、機械式、電気式、 液体式の3種類がある。動力伝達方式の詳細については、機動車、ディーゼル機関車の動力伝達方式を参照されたい。ディーゼルエンジンは1897年にドイツで発明されている。またディーゼルエンジン以外の内燃機関は、電気機関車よりも早く、19世紀半ば頃に開発されている。しかし、内燃機関は蒸気機関や電気モーターと異なり、 回転数に関かかわらず発生トルクがほぼ一定である。特性があるため、発進から加速に移行する、速度域で大きな力を必要とする、鉄道車両に、内燃機関を用いる場合、トルクを増大させる装置を別に必要とする。これが、カセとなり、鉄道車両への導入には長い年月を要した。ロシア鉄道 g e 1系世界で初めて、 ディーゼルエンジンを鉄道車両用に用いたのもやはりドイツで1912年にプロイセン州士ウ鉄道向けに最初のディーゼル機関車が製作されている。これはディーゼルズルツアークローゼ式熱機関車と呼ばれディーゼルエンジンと同輪軸を直結して駆動させる方式であったが使い物にならず軌道には空気圧縮機を使用することとなった。牽引力や 速度も思うような成果が出せず、クランクシャフトやシリンダーの破損が相次ぎエンジン自体も凄まじい合音を発したことから、苦情も大きく、2年後の1914年に廃車され、失敗に終わった。1924年にはロシア鉄道向けに、大型機の GE-1 型が製造された。これは現在サンクトペテルブルクの鉄道博物館で生体保存されており、 現存する最古のディーゼル機関車となっている。1929年、ディーゼルエンジンを動力として、コンプレッサーで圧縮空気を作り、その空気を使いシリンダー、主連棒、連結棒で車輪を駆動する方式の機関車が、ドイツ国鉄向きに製造され、V3201 という形式を与えられたが、本格的な実用化には至らなかった。また、蒸気機関車は、 発進時の発生トルクは高いが、取り扱いはディーゼル機関車の方が優れているため、両者の長所を活かすべく、蒸気機関とディーゼルエンジンを搭載した、キトスティル蒸気ディーゼル機関車も製造されたが、出力と経済性で蒸気機関車を超えることができず開発が放棄された。その後、機械式、電気式、液体式の動力伝達機構の開発が進められ、 これにより1930年代から電気式ディーゼル機関車が米国などで本格的に実用化された。1950年代からドイツが大型の液体変速機開発し1960年代以降は 2000PS 級のエンジンを搭載した機関車が多数製造されるようになり、幹線での列車牽引に多く使用されるようになった。現在、先進国。 発展途上国の別を問わず、世界各国の非電化路線で用いられている、内燃機関車の多くは、ディーゼル機関車である。国によっては 5000PS を超える出力を持つ機関車も、ある。動力伝達機構としては、運転や保守が容易で、伝達効率の良い電気式が主流である。携帯としては、運転台を一箇所にまとめたものが多い。近年、環境問題の高まりとともに、 従来、環境負荷の少ないとされてきた鉄道車両にもエネルギー効率の向上が求められつつある。発電機、電動機の交流化、コンピューター制御の大幅な採用等、技術革新の成果を取り入れて改良が進められつつある。日本ではディーゼル機関車が使用される以前からガソリン、灯油などを燃料とする小型の内燃機関車は一部で用いられた実績があった。 日本の製造業の黎明期にあたる明治37年に大阪府の福岡鉄工所が焼き玉エンジンを使用した国産初の内燃機関車を製造実用化したのが始まりである。また、鉄道省でも後の本格的な国産化を目指し、ドイツから DC-11 型と DC-10 型をサンプル輸入した。しかしこの時代のものは黎明期の製品輸出力や信頼性に大きく、 危機を取っており本格的に蒸気機関車を置き換えるまでには至らなかった。本格的に導入が始まるのは戦後になってからで国鉄では DD50 型がその契機となる。その後様々な機関車が車両メーカーや国鉄で開発、試作された中、大量増備に至ったものには入れ替え用の DD13 型やで重計、本線用の DD51 型がある。 しかし、1980年代以降、電化の進展や、機関車による、客車列車、貨物列車の削減、初期に製作された車両の老朽化で、日本におけるディーゼル機関車の稼働数は減少傾向にある。携帯としては、諸外国と異なり、貨車の入れ替えなど、運転方向の切り替えに便利な突型が主であるが、一部には、箱型もある。特殊用途のものを除いて、 両側に運転室がある。なお、現在でもディーゼル機関車は、非電化区間の客車、貨物、公衆輸送などで幅広く活躍しており、JR 貨物からは、貨物駅周辺の環境に配慮し、同社発の入れ替え用ハイブリッド式ディーゼル機関車の HD300 型が導入されるなど、短距離牽引でありながら重要な役割を持つものも、ある。特記しないものは、 日本国有鉄道 JR に所属する車両である。ディーゼルエンジンの出力をトルクコンバータとギアを組み合わせた液体変速機を介して変速し、動輪に伝えることで駆動力を得る機関車。軌道負担力が小さい日本では電気式に変わって標準となった。ディーゼルエレクトリック方式と呼ばれるディーゼルエンジンで発電機を回すことで電力を得、 モーターで駆動する機関車。発電機を積んだ電気機関車とも言える。日本でも当初は出力制御が他の形式より簡便だったことから採用されたが、発電機と主電動機の重量で軸重が大きくなりがちで、軌道強化が追いつかなかった。当時の国鉄では使い勝手が悪かったことや、車両自体の高出力化にも限度があり、液体式の技術が向上したことで採用されなくなっていた。 しかし1990年代以降老朽化が顕在化した DD51 系の置き換えでは半導体技術が発展したことと機関車用大容量液体式変速機の開発が久しく行われておらず困難であることから再び電気式の採用となったアメリカのディーゼル機関車のほぼすべてがこの方式であるのは液体式の大出力に耐える変速機の開発が 困難であることに起因する。マニュアルトランスミッションの自動車同様、ディーゼルエンジンの出力をクラッチで断続し、ギアボックスの歯車の組み合わせを変え、必要な駆動力を得る機関車。1930年代から1970年代にかけてのアメリカの映画やテレビドラマには EMC、EM エンド製の E ユニットや F ユニットを講師とする、いわゆるドッグノーズタイプのキャブユニットが、 数多く登場している。イギリスの低学年の児童向け本シリーズ、記者の絵本には、当初蒸気機関車を脅かす悪役として、ディーゼル機関車が登場する。物語が執筆された1950年代から1960年代の、イギリス国鉄のディーゼル機関車が低性能で、信頼性が低かったこと、無塩化運動によって、 蒸気機関車を淘汰していたことを性格が悪いと表現したようである。3D 版機関車やエモンでは蒸気機関車を処分しようとする悪役として登場している。列車戦隊特急ジャーではサイコさんのサポート用列車、ディーゼル列車として登場する。なお、合体形態のディーゼル王は特定の武器を持たず、肉弾戦を得意とするパワーファイターとして描かれており、 船体ロボとしては珍しく、キックが必殺技、ディーゼルイコールハイパワーのイメージを印象づけている。日本では国税庁の通達で、鉄道車両についての固定資産としての対応年数を規定しているが、ここでは電気、または蒸気機関車が18年、電車が13年と規定されているのに対し、内燃機関を用いる内燃動車は機関車、 来年客車が共に該当するものとされ、その期間は11年で他の動力者に比して短い。ありがとうございます。